はい、インターネット上での誹謗中傷、はい、名誉毀損、はい、脅迫、殺害予告などね、はい、そういう被害事件ということで書いておきました。これでだいぶ警察の動かざるを得ないっていう。それはね、あんまり外部には出す書類じゃないんです。あ、そうなんですか。それも2枚とも書いてもらっていいですか。はい、やっぱり今その誹謗中傷とかで人が死んでますからね、何人も。うん、いや、殺害予告なんかはね、結構迅速に動いてくれたりしてるから。そうですよね。うん、その人やっぱりひどいですね、定期的に。やっぱこういうのを動画で上げるとね、こう誹謗中傷されてる方がこういう手段があるんやっていうのが分かりますからね、うん、わざわざいい人の命を奪われるんですねっていう、うん、ほんでね、ごめんなさい、これ同じものです、はい、これまたさっきもと同じようにハンコを押してないやつを私預かって、はいはい、で、これはハンコを押して何枚とも送ってもらって、はい、はい、もしこれで警察がちゃんと動かないようであれば大阪府警を訴えるということは可能ですか。現にね、あの街中でね、僕の名前読んでね、うん、おい足立信言うて病院行けいうのがあるんですわ、うん、街中でもこう嫌がらせを全く理解しないで、こっちの意見は全く聞かず、うん、その加害者側グループの意見だけを聞いて勝手に誹謗中傷、名誉毀損、公共の場での、うん、普通名前言うてこんな病院行けって警察が言いますかね。うーん、名前出しておい足立信って言ってました。え、名前知ってるって、それは相談、そう相談してたからやと思うんですけど。で、あと僕ね、2011福島原発事故の裏側いう本書いてるんです、うん、それが結構気に入らんかったみたいなんで、本を燃やしたりとか、で結局そういうことを大きくされたくないから取り上げないんかなとも思ったり。そこでいろいろな学説も書いてるんです、うん、その学説もちょっと気に入らんかったみたいで、よう絡んでこられますね。この太陽系が三連星やった説とかも本の中で書いたり。やっぱ世界で初めてのこう説を挙げると嫌なグループがいてるかもしれないですね。これいただいているものの中で、はい、明確なこう殺害予告みたいな箇所って、はい、それ書いてもらう、これね、はい、3枚送ってもらうから、はい、これ3枚もこの封筒に入れといたらいいですか、はい、なくしてもあれやから、まずそれ取っておいてもらって、はい、で、さすがに当たる、はい、ちょっとスマートしてもらって、で、お電話ではね、はい、
ちょっと申し上げたんですけれども、はい、私自身このインターネットとかいうの関連の法律問題をね、はい、あの専門にしてるわけではないんです、はい、なのでちょっとある程度のところから先はですね、はい、ちょっと対応できない可能性があるんですよ、はい、でそんな時にはちょっとね、もうここまでしかできませんみたいに申し上げることあるかもしれないので、はい、それだけはちょっとあらかじめ分かりました、ご承知をください。確かにね、これ外国のアプリやからね、外国の企業やから動きにくいんですよね。いや、そうなんですね。日本の企業やったらいいけど。なんか IP アドレスからいろいろ調べたりとかね、うん、なんかいろいろノウハウあるみたいなんです。まあ全部指紋みたいに残りますからね、インターネット上も。うん、で、そのね、殺害予告みたいなところを、はい、思われたりね、あればきっちり見せたり。あと名誉毀損もいいですかね、統合失調症いうのも完全な、いや、それはそうですね、もう名誉毀損ですからね、個人秘密ですからね、ねえ、うん、だからそれもついでに印つけといてもらっていいですかね、うん、あと脅迫ね、お前のことを監視しているぞとか、うん、そこはいっぱいあるからね、はい、このね、RC っぽく見えるけど S 像じゃないかっていうのは、これご自宅のこと。そうなんです。実家までこう、はい。これはまた個別で父親と聞いて、うん、この異形業務妨害に当たるかどうか、うん、それなんでもまた相談するかもしれないですね。で、名誉毀損にもなりますからね、会社の。その殺害予告のところ、はい、ちょっと探してみてもらいます。あ、はい、今回の中にあのハッキリとかあるのかな。これもありますね。こういうのはどうですかね、このストーカーの人やって仕事バイトしてるやろから、その位置あったら僕入れられんねんと思うわ。これは足立さんが仕返しするっていう意味？じゃあ男子に、これあの足立さんに毒入れるってこと？そうです、そうです。殺害予告としては明確な爆破するとか殺すとかはっきり言ってるわけではないですね。まあ射殺するというのもありますからね。それどこ？この名誉毀損もはっきり言って社会的殺害と一緒なんですよね。仕事もできなくなるし、あ、これです。うん、ちょっと待ってよ。これ何回も嫌がらせしてるでしょうね。一緒の名前ですわ。鈴木一郎。はい。これは何のページ？これ僕の YouTube のページです。
さっきと同じ、はい、この人ね、何度か同じような感じでやって、これ、これです。これもちょっと一緒の人です。なるほど。だから結構嫌がらせしてる人、同じ人が何回もやってるパターンもありますね。だから見せしめに何人か捕まえて、損害賠償請求させようかなと思う。これ未成年やったら保護者が払う責任ありますよね。現にこっちはだいぶ被害受けてますからね。いや、ないですよ、それは。それはないんですか。はい。それ未成年やったら。にもよりますけど、その、12歳とか13歳だったら負いますけど、15、6になってたら親は責任負わないですね。これは同じ鈴木一郎になってるけど、ちょっと写真とかが。変えてます。ね。だから、これだけではほんまに同じなんか、はっきりしないけど、まあ同じ名前ですな。うん。調べたらすぐ分かる。そうです。基本全部あれ、アメリカの企業やから全部残してるんですよね、このようなデータとして。これも、足立さんの YouTube。はい。アメリカからしたらこの日本の嫌がらせなんかはっきり言ってどうでもいい話ですからね、うん、真実あれば公表するやろうし。そうしたらね、私ね、これ今コピー取ったんです、はい、で白黒だけど、はい、別にカラーである必要なとこないと思うので、これ返しておきましょう。あ、そうですか。でお手元に1個あった方がいい。はい、うん、で1個は警察、あ、これも警察に渡しましょうか。そうです、印、僕がクリック止めた、はい、これ警察に渡すようで、私は白黒コピーで、それを持ってるくらい、はい、でも、あの保護者責任あるんですけどね、未成年で。そしたら何でもしてええことになりますから、ね、まあ、年齢によるんですね。15歳ぐらいになったらもう保護者直接の責任はないっていうのになってますけどね。じゃあまあまあ、ともかくちょっと行きましょうか。もじゃあ働いて返せいうことですか。まあ基本的にはそうなんです。